コンゴの、オビラというところに来ています。マリアメキシ州全体でも、まあ、非常にあのたくさんの難民、国内避難民が、まあ、紛争の影響を受けていて、確か2017年ぐらいで65万とか70万人ぐらいいたんですけど、でその後2019年あコロナ前です、2019年にこのウビラでも、まあ、戦闘が激化して、ここだけで20万人 の国内避難民が増えたり、まあ、その時には、100カ所の村がですね焼かれたりと、いう状況があって、で、まあ、紛争の影響をすごく受けている場所です。で南キブ州全体でいうとこのウビラもそうですが、全体で190万人ぐらいの人たちがですね、1日1食も食べれないような状況にあるという、状況がずっと続いています。でそこにコロナ禍がやってきて、さらに生活が、厳しくなっているんですけれども、で加えてこのウビラはですね、洪水があってですね、まあ、なので紛争があって、それから、もちろん貧困もあって、でそのここにコロナ禍がやってきた上にですね、大洪水があって、たくさんの方々が、命を亡くし、8万人以上の方が被災して、2万5000世帯以上の人方々がですね自分の家を失うという、そういう状況の中で、まあ、こちらでいろんなあのプロジェクトをしています。とにかくいまだに、紛争の影響でこれだけの人が、まあ、亡くなっているにもかかわらず、なかなか日本では知られていなくて、でそのことが、まあ、結局、まあ、いろんなあの関心を集めないので、なかなか私たちもそうですけれども、他の援助機関、国連だったり NGO もなかなか資金が集まらなくて十分な活動ができていないという状況が、もう、ずっと続いています。まあ、もちろん今ウクライナの紛争のことが、ね、大変で、まあ、メディアも、こちらでもそのメディア、テレビを見るとウクライナの紛争のことをやっているんですが、まあ、本当に今こういう時代だからこそ改めてですね、みんながというか、まあ、普段紛争とは無縁の、まあ、世界に住んでいる先進国の人たちがですね、まあ、平和とか、紛争をこう考える、きっかけになってほしいなというふうに思うのと同時に、メディアが取り上げなくても今のウクライナと同じか、もしくはもっとそれ以上にこの紛争の影響を受けている人たちが今現在いるわけなので、まあ、そのことを、まあ、テラネッサスとしてもやはり多くの方々に伝えていく必要はあると思うし、まあ、その中で、まあ、我々としてできること、まあ、限られているけれども、まあ、できることをやっていかないといけないなというふうに改めて、思っています。